ジック指揮官前田大然のプレスは世界一だ。セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督が、日本代表フォワード前田大然を絶賛した。ロジャーズ監督は守備は前線から始まるんだ。その意味で、世界のサッカー界に前田大然以上の選手はいないだろうねと、同選手の能力を絶賛した。意欲と執念によるものだ。ほとんどの選手は持っていない。彼はあのプレスを簡単に緩めることもできたが、彼にそうする必要はなかった。実際、彼はセンターハーフのところに着くべき選手よりも先についていたんだ。驚くべき、信じられないようなプレッシングだ。でも、それがメンタリティだ。ここまでスタミナとスピードを併せ持った選手はこれまでいなかったと思う。化け物だよ。本当に前田以上が見当たらないからすごい。上位互換選手がいないってことはかなり貴重な選手だと思う。ただスタミナモンスターでプレスするのではなく、スピードモンスターでもあるから、追っかけられた側は、猛犬にあったようなもの。岡崎慎司がレスターで評価されたのも含め、前田の前から強烈なプレスしてくれる選手はどこのチームも戦術として欲しいと思う。大然はテクニックだってないわけでもないし、だんだん上手くなってるのも事実。あと少しエゴを出して自分からスピードを生かした緩急をつけたドリブルができるようになれば、絶対プレミアで活躍できるはず。日本代表にとって前田は外せない選手だ。彼の前プレで合わせふためかないディフェンダーはいない。経験豊富な監督に世界一とまで言わせるのは本当にすごい。ロジャースに認められると監督がビッグクラブ行った時引き抜いてくれるかもしれないからチャンスあるよな。上のリーグにステップアップしてほしいんだよな。大然のスペックはどのチームでも生きると思う。プレミアで見たいな。こんだけプレスの期待感半端ない選手いない。